しいトラブルどうもガンプランナーです。さっさと解決方法に行きたい人は動画詳細の目次から解決方法に飛んでねん。今回もいつも通り、16年ものの普段使い用 PC の PC トラブルなのん。ちょっと前の動画で若干触れたんだけどん、フリーズするようになったと、それ自体は CPU とグラボ両方のグリス塗り直しでクリアできたのんだが、そこから3段階くらいあってて、マジで3週間くらいかかってやっと完全に治ったと。PC トラブルってさ、ネット上対処法出てくるんだけどん、結構な割合でそれじゃ治んねえ。ってこと多くね。なので一例でも多く記事や動画に残すのが大事なのんよねん。今回紹介するのんは最終段階。電源落とさずいきなり裏の電源スイッチをオフにしたことで、Windows がクラッシュしたのん。ほんで黒い画面でくるくる回ってて起動しないと、そこからセーフモードで立ち上げて起動はできたので、次回再起動時 Windows を修復みたいなのをなんとかできたと。ただまた起動しなかったらめんどくさいので、1週間くらいそのまま使ってたのんよ。でもアップデートがあるしさそろそろやるかってことで再起動してみたら、修復成功無事それ以降再起動もできるようになったんだけんども、ちょこっとおかしかったのん。右下 Windows マークのスタートボタンを左クリックしても開かないのんだが、右クリックからの再起動はできてたし、もう疲れ果てて頼んでしばらくこのままでもいっかなと。そしたら Windows アップデートもエラー出てできないのん。まあさすがにいつまでもほっとくわけにいかないしとなり直してみたよん。待たせてごめん。解決方法。今回試してダメだった方法は後で紹介するとして、最終的にうまくいった方法から、自分はこの PC でテレビ録画をしてるのでクリーンインストールという選択肢はないのん。録画見れなくなるからのん。その条件もクリアできた方法が、メディアクリエーションツールを使って更新プログラムをインストールする方法。ざっくり言うと USB に Windows のアップデートのやつをダウンロードして、更新をインストールすることで破損部分を上書きして直す感じ。これで TV チューナーの録画情報も消えず直すことができたのん。具体的には、Windows 10のダウンロードページに移動し、メディアクリエーションツールをダウンロード。あ、これ古い PC なので Windows 10なのん。ダウンロードするのんは下のツールを今すぐダウンロードの方ね。ダウンロードしたメディアクリエーションツールをダブルクリック。ライセンス条項に同意。別の PC のインストールメディアにチェックし次へ。直したい PC でできてる場合は今すぐでもいいのかな。どうかな。エディションやアーキテクチャを直したい PC のものに合わせ、下のこの PC におすすめのってとこのチェックは外して次へ。USB フラッシュドライブを選んで次へ。使う USB を選んで次へ。しばらくそのまま待っちょって。準備ができたら完了し Windows が破損してる PC に USB を挿すのんのん。そしたら USB 内こんな感じになっとるのんで、一番下のセットアップをダブルクリック。そしたら Windows 10インストールが起動するので次へ。同意するやつ。ほんでなんか PC 内をチェックし始めるのでまあまあ待つことになるのんよ。しばらく待つとインストール準備完了。これ怖ない。修復だけしてくれればいいのん。テレビ録画見れなくならないでほしいのん。これ今やってるのクリーンインストールじゃねえよな、と若干疑うのん。個人用ファイルとか引き継ぐってなっとるし大丈夫なんだよな、と。インストールをクリックすると更新作業が開始されるのん。終わるまでに1時間以上かかるのん。作業中の画面まるでインストール中の画面なのん。一旦すべてを諦めてしょうがないと思い込んで、恐る恐る確認したら録画データすべて無事だったよん。よかったー。Windows アップデートも問題なく実行でき、スタートボタンも反応するようになったのん。これは、自分の状況を詳しく説明したんだけどん、アップデートでエラーが出てしまう人、スタートボタンが反応しない人、その他 Windows の破損が原因で何かしらトラブル起きててどうにも直せない人、そういう人はやってみるといいかもしれないかもしれないやつ。さてここからは、今回試した他の方法、普通はそれで治るっぽいんだけんどもさ、自分の PC 今回の症状には効果がなかった方法も紹介しとくのん。スタートアップ修復。これね、PC が古いもんだから、そもそも詳細オプション内にこんなに項目ないのんよ。だからスタートアップ修復自体ができなかったパターンなのん。システムの復元、復元ポイントがなかったのん。トラブルシューティングツール。設定内にあるトラブルシューティングツールで Windows アップデートのトラブルシューティングをしようとしたんだけんども、今回全く効果なしだった。SFC と DISM、管理者としてコマンドプロンプトを開き、SFC スキャンナウと入力しエンター、システムファイルをスキャンし、問題のあるファイルを修復置き換えしてくれるってやつ。DISM、オンラインクリーンアップイメージリストアヘルスと入力しエンター、
これもスキャンして修復してくれるっぽいんだけんどもさ、それぞれファイルを指定しもうちょい細かい指示するパターンもいろいろ試したんだけど、破損が見つかったけどイメージが見当たらないため修復できなかったみたいな回答が出てダメだったのん。皆さんの PC がどの方法で治るかは、やってみないとわからないのん。PC 自体クリーンインストールでも問題ない人はそれが一番綺麗になっていいかもなのん。ただ自分みたいにスマスマラストイヤー録画したまままだ見れず残ってるみたいなパターンの人は、クリーンインストールはマジでやりたくないのんのん。今回は USB から更新で治ったよという話でした。というわけで、Windows のダウンロードページの URL や、コマンドプロンプトのコマンド、コピペでできるように動画詳細欄に書いとくのを忘れてなければ、ぜひ次の動画もよろしく。